東北仙台に J リーグの春を迎えました。明治安田生命 J1 開幕戦ベガルタ仙台対柏レイソルの試合をお伝えしてまいります。さあでは仙台のフォーメーションですが、今日は 3-4-3 ではなくて中盤マッチアップさせる、おそらく 3-5-2、 キャプテン富田がアンカー、石原と新加入の阿部の2トップとなりそうです。柏レイソルです。最終ラインが ACL の時と変わりました。古巣相手鎌田を今日はセンターバックに入れました。 4-2-3-1、 伊藤、江坂、ハモン・ロペス、クリスティアーノ、この攻撃陣が調子が上向いています。前に送って、さあ江坂です。いいですね、新加入の江坂、新しい、わあ、さあ振り立てる、クリスティアーノシュート、ここ体よく入れた大岩、ディフェンスリーダーの大岩、ここはよく足を出しました。まあ、ね、あの空いたスペースを見つけて、あ、ね、さあ高い位置でボールを取りました。アメシュートくれ、弾いた、シュートストップには定評がありますこの中村です。日本代表にも選ばれました。今のアメのシュート、0対0という状況、後半30分を超えてシュート来る、直接アッパーネット、コース狙いますね。さあ後ろから伊藤、いやー抜いていった、自ら打開してシュート、いやーいい、ナイスキーパーですね。4人5人抜いてのシュートになりました。力は入ってないんですけど、すごいいいタイミングで抜けていきますね。ショートパスをね、繋いでもゴール前まで、板倉、板倉の高さ、先制ゴールは新加入の板倉です。2018年シーズンベガルタ仙台のファーストゴールはこの新加入の若き板倉が上げました。いや高かったな、ド派手な名刺を切る形になりました。ホームイワテックスタジアム仙台での一発です。さあ石原囲まれて、奥野は昨シーズン柏戦でゴールを奪っています。シュート、惜しい、サイドネット、いや本当にわからないですねサッカーってね。直接狙った、巻いてくるボール、野津田が蹴りました、左足、まあ、中村とユース時代では一緒だったんですが、この野津田の左足は気をつけたいと言っていましたが、落としてきましたね、本当にわずかというシュートになりました。さあ中を見る、折り返す、ヘディングシュート、クロスバーの上です。一つサイドからいい形になりました、うん、柏レイソル今シーズンはこの終了間際での時間帯でドラマを生み出すのか。こぼれているシュートだ、おー決定的なシュートだったんですが、これはコーナーキック、仙台の選手に当たりました。クリスティアーノの目の前にボールが落ちてきました。いや落ちてきましたね、惜しいチャンスを逃した柏レイソル、あとサメに天井かというところで足がかかりました。イエローカードが出ます。中山これ2枚ということで今日退場になりました。ここで笛が吹かれました。ベガルタ仙台これで4シーズン連続開幕戦白星、しかも4シーズン連続で開幕戦は完封勝利ということになりました。板倉のヘディングゴールが決勝ゴールとなりました。新加入の選手が見事ゴールを決めて、ベガルタ仙台まず2018年シーズンの船出は白星スタートとなりました。